プラットフォーム、キ載地駅は大阪府片野市、キ載地山手三丁目にある、京阪電気鉄道片野線の駅。片野線の終着駅である。駅番号は、KH67。南独駅名の一つである。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、三角屋根の駅舎が特徴である。駅舎は、車止め側にある。改札口は1カ所のみ。 車椅子対応スロープが設置されている。トイレは2番線ホーム上にある。当駅から南へイコマから王子方面まで延長する計画があったため、駅構造や駅前の地割りにその痕跡が残っている。駅周辺は住宅街。駅の近くにはコンビニがない。京阪バスの京阪市柴市バス停が、駅西側の国道168号線沿いにある。土休日に往復のみ運行。 かつては、東帝流所より、京阪バスが田原地区を経由して、京阪大和田駅へ、奈良交通が近鉄東伊駒駅へ運行していた。2003年秋のダイヤ改正から、京阪本線との直通列車が運転されるようになり、平日朝に、京都急、織姫、平日夕方に、準急、彦星という七夕伝説にあやかった愛称が付けられた。 通常は同一の時間帯に運転されない、両列車だが、2004年から2006年までは、毎年7月7日の夕方に、被災地発天満橋行きの臨時軽特急、折姫を運行し、午後7時過ぎに、一夜だけ両列車が当駅に並ぶ、平方方の七夕伝説というイベントが実施された。なお、2007年の7月7日は4年目で、 初の土休日ダイヤ適用日になったため、両列車ともに運転されずヘッドマークを掲げた状態で長時間展示される編成とヘッドマークを掲出した船内列車が並ぶ形となり、そのため回数は複数回に及んだ。なお、2008年は普通列車に織姫のヘッドマークを装着させ、準急、彦星と並ぶ形態を取った。2008年秋のダイヤ改正からは、 織姫は中野島線中野島行の通勤階級に変更され、彦星は中野島線中野島発の快速急行に変更された。2009年以降は2008年のダイヤ改定により、彦星の運転時間帯が夕ラッシュから深夜に変更され、夕刻でのイベントが開催不可能になったことから、2007年の時と同じように、肩の線普通列車にヘッドマークを掲出して、 七夕イベントを開催することになった。しかし、2011年以降は開催されていない。しかしながらその、折姫、彦星は、2013年3月16日に、実施された京阪線系統の一部ダイヤ変更で、廃止され、設定以来9年半の歴史に幕を下ろした。ありがとうございます。